女性誌エフェラジリオラは、北は玲子による日本のファンタジー小説作品。イラストは、米田ひとしが担当する。1989年3月から1995年8月までに、大陸書防より、全8巻が発行されている。92年8月に起きた、大陸書防倒産により、講段者へ移籍。過失修正や新たな短編小説を収録している。 2008年に、現当社コミックスより、再び発売し、イラストは、吉住和幸が担当する。また、1990年に本作を原作とした、劇場公開の OVA、女戦士エフェジーラグーでの文章が、制作、販売され、1991年には OVA を、元にした PC エンジン用、ゲーム、エフェラジリオラジエンブレムフロムダークネスも、 ブレイングレイから製作、販売されている。元魔導士エフェラと衰退したムアール帝国の王女、ジリオラの二人は、傭兵となり、依頼を受け事件を解決したりトラブルに巻き込まれたりしながら、戦乱の炎をくすぶるハラアマ大陸各地を旅していた。相当流の伝説、星の行方以降の時代を舞台とし、エフェラ、ジリオラの子供を主人公とする、講談社 X 文庫、 ホワイトハートより、表紙、挿絵は、ゆらかいり、ムワール帝国の支配権が強固だった時期を舞台とする。グラビスの封印1996年8月黒銀の月乙女1997年2月漆黒の微信1997年10月、幻狼ファンタジアノベルスより、表紙、挿絵は派遣、木巻三冠、ムワール帝国創世期を舞台とする。 2008年8月 ISBN978 から43億4481万38782009年3月 ISBN978 から43億4481万57972010年3月 ISBN978 から43億4481万9207000 1990年6月23日に、女戦士 F&G ラグーでの紋章のタイトルで、劇場公開のアニメ作品。本編45分。VHS と LD は7月23日に、大陸書房より発売されている。当初は、全4部作を予定していたものの、企画、発売元を担当する、大陸書房の倒産により1話で打ち切りとなった。大陸 大陸文庫より、若崎県によるノベライズ版、グーデの紋章が1990年8月に、刊行されている。1991年12月13日に、ブレイングレイより発売された PC エンジン CD ログ、二用アクションドールプレイングゲーム。カサブランカ革命ゆり小説の誘惑掲載の、短編女戦士 F&G ラグーデの紋章に関するカテゴリー。 ありがとうございます。